今週のおまけです。勝山屋マグベイさん、男性70代、静岡県の方ですが、日本はアメリカの属国だという説があります。脱出する妙案は、トランプは日本の核武装と軍隊封印を奨励しているようです。日本どうすればいいのかということですけれども、この問題はですね、日本はアメリカの属国であるという説がありますが、というのもまさに属国ですよね、形としてね。しかしその事実を事実として認めていない限り、これから脱出できないわけなんですね。つまりこれはご存知だと思いますけど、日本がアメリカと戦争して負けたと、それはご存知ですよね。そしてその結果アメリカに占領された、6年半占領されてですね、昭和27年4月29日このサンフランシスコ講和条約が発効して、日本はめでたく独立国になった。で、独立国になったら属国じゃないわけですよね。で占領されてる間は非占領国、まあ属国と言ってもいいでしょう。ですから、じゃあ今独立して非占領国の状態が終わったのかと、という問い直しが必要なんですよ。で、ところが占領してるか占領してないかというのは何が問題なのかというと、占領するのにはそこに占領軍がいるわけです。じゃあ日本は昭和27年4月29日からアメリカ軍がいなくなったのかと言い続けてるわけですね、これ。そして、それから20年遅れて昭和47年5月15日に最後のこのアメリカに占領されていた沖縄が日本に本土復帰したということになっていますが、もちろんここにはアメリカ軍、その日本にいる大半の 75% のアメリカ軍が沖縄に今も駐留しています。ということはどういうことなのかと、独立したと言ってるけれども占領され続けていると同じじゃないかと、軍隊があることは、ね、だからそういう意味で言うとこれは属国そのものなんですよね。非占領国体制が続いていると。ただ占領されている時とは違ってですね、日本には国会があって、でもちろん占領されている時も国会ありましたけれども、そもそも、基本的なことは GHQ の命令に従うということになっていましたから、命令の範囲内で自治権が占領中もある程度あったけれども、占領後はですね、公式にはそういう話はなくなっている、なくなっている。だからそういう意味では独立したと言えるわけですね。でしかし現実問題は、自分で自分の国を守ることをある意味放棄してですね、アメリカにそのままこの、いてもらうという条約を作ったわけですね。その条約の名前が何かと、それが日米安全保障条約なんですね。つまり安全保障条約を作ることによってですね、占領をこの合法的に、その占領が終わった後も続けてくださいと、自分で自分の国守りきれませんと。で当時の日本はまさに経済的にも非常にまだまだ弱ってたわけですよね。だからそれだけの経費持ちきれない、だからアメリカさんやってくださいというところから始まってるわけでありますけれども、今やそれがそういう占領の延長線上だったという認識がなくなっちゃってる、なくなってる。そして結局ですね、いや日本は平和国家だ、ね、でだからなかなか、軍隊をまともに作れない、ね、だから、その自分の守るということに先進してですね、この相手をやっつけるという攻撃の能力はアメリカさんにやってもらう、まあ、そういうまあ詭弁でですね、この非占領状態 の延長上、つまり属国状態の延長線上のことをですね、我々は継続させてきているわけですよ。で現実問題として昭和27年の現実は確かに、東西冷戦の最中でですね、何万発ものですね、核兵器をお互いが向き合ってですね、一触即発体制、そんな中で日本が丸裸で、独立国として、この成り立つ にはですね、できなかったかもしれない。だからある意味で安保条約は必要だったかもしれないけれども、いつまでじゃあやってるのかと、でこれが正常なのかという認識が、これはもう国民の間にもなかなか出てこないわけですね。で政府の側にもそれが問題あっても、その日本は平和国家だからとかいうような話でですね、そこから先の話を国民としっかり対話しなくなっている。でこれが一番大きな問題なんですよね。だから憲法改正、
をして云々っていうのはありますけれども、要は憲法も変えなきゃならないところはもちろんありますけれども、そもそも日本がそういう戦後の占領の延長線上にまだあると。だから TPP を、ね、TPP の後ですね、アメリカと日米貿易交渉をやったらですね、どっかで TPP で枠組みをやっていてもアメリカに譲歩するところが出てくるんですよ、出口ではね。それはなぜかといえば当然そういう仕組みの中にいるからですよね。だからもうそろそろ本当にですね、このことを、議論していかなきゃならないし、まあ、国民がまず認識しなきゃならない。でそしてそのことをマスコミはちゃんとですね報じなければならないんですけども、マスコミは全くこれ報じませんよね。というかマスコミはそのものがこの占領中にですね、報道管制プレスコードを決められてアメリカ軍に、そしてその枠の中でしかものが書けなかった。でそのプレスコードは今アメリカ軍から与えられていないけれども、そのプレスコードの中でやってきたことをそのまま今も占領があっても彼らは自らそのプレスコードを作ってやってるわけですよね。だから綺麗事しか書けなくなっちゃうという、まあ、こういうことになってるんですね。だから二重三重にそういう変な鍵がかかってしまってるんですが、そこをしっかりですね、まあ私は党内でも、まあ、こういう YouTube でも言ってますけれどもね、しっかり国民の皆さんに理解していただく努力を我々がしていかなければならないということであります。おまけにしては大変大きなテーマを論じてしまいましたが、皆さん方にもぜひ考えていただきたいと思います。ありがとうございました。